本日、えー、さらにお二人お越しいただいておりますこちらのお二人です行くよ若林くんお翼さあここでステージに登場していただきましょう大空翼役三平優子さんそして若林源蔵役鈴村健一さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、三平さんちょご挨拶頂戴していいですか ええー、大空翼役を演じさせていただいております、三平子です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして、鈴村さん。はい、えー、若林健三役やらせていただきます、鈴村健志です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、お二人も加わっていただきまして、ね、三平さん、あの、どうですか、はい、最初に。はい。翼くんですよ。<laughs> そうですね。ね、決まった時。あのー、サッカーを正直、あまり知らない。 一応、<あ>女性の私でも、<あ><の>はっきりおっしゃいましたね。や,やっぱり、はい、知っているという、ええ、あの、もう。こ、国民的作家、えー、作品の、うんえー、まさか自分の人生の中で。大空翼役のって名乗る日が来るとは、うん、全く想像していませんでした。<ー>本当に、あの、びっくりしてます。周りの反応はいかがですか。え,ええっと。 まだこの発表まで本当にシーコレとかあまりまだ混乱でした自慢していきたいと思いますそうですね今日から堂々と自慢してくださいはいそうさせていただきますすれ鈴村さんはい大事な役なんですよそうですねはい実はですね僕あの十五六年前にアニメ化された際もですね若林をやらせていただいておりまして。 十五六年ぶりにまた若林をやらしていただくという。すごい縁を感じております。なかなかないことでして。あの。どうなんですか。そのひ。 久方ぶりの若林を演じるなんかこうイメージみたいな何か変化みたいなのは、ね、1516年前はあの僕がちょうどあの声優デビューして78年経っててなかなかご飯食べられなくてですね仕事で、うん、でちょうどご飯を食べれるようになった年に出会った作品が「キャプテン翼の。 若林ったんですよねその時やっぱまだ僕にとってはペイペイでして僕はこの役を一生懸命やるっていうこと本当んとがむしゃらにやった覚えあるんですけど今あれからだいぶ経ちましてキャリアも上がってきましたんで今もう少し練りに練った若林君ができるんじゃないかとああいいですねっていうところに今たどり着いているところなのであの時とはまた違う若林ができるかなと思って15年間が練り込まれた若林が登場するとこれは楽しみですね先生 お二人のね、あの実際 P. V. もご覧になって。声。どう、どうですか、印象としたアニメ。のはい、あの。デモテープの時から、あの。聞かせてもらいまして、あの、はい。選ばれたお二人なので。完璧だと思います。完璧です。ああ。ありがとうございます。完、璧だそうですよ。ね、三平さん。完璧だそうです。ここで、ちょっとダメ出しとかあったら、どうしようかなと思ったんですけど。よかったです。ここでは言わないかもしれない。めっちゃ裏で。 どうも秋葉総研といまますすよろししくお願いします、えー、と高橋先生と三平さんと鈴村さんにお伺いしたいんですけれども、えー、とアニメ版の見どころ、えー、一つ教えていただきたいと思いますそれと武井さんと北田さんにはアニメここを期待したいみたいなところがあれば教えていただきたいと思いますお願いします、はい、じゃあ順番にまたじゃあ鈴村さんからいきましょうかはいそうですね、あのー原作に忠実に 今回映像化を目指しているというのが現場の空気感でしてそこが見どころですね、あのー、げあの時僕たちが読んでいた本当に情熱を持って読んでいた作品をそのままアニメにしようという意識な,なので僕らまあ声優としての観点でいうとセリフも限りなく当時のままやってる感じなんですよね、はい、なのであの例えば「何?」ってセリフがよく出てくるんですけどキャプテン・スワさん カタカナの「イ」なんですけど「この何」のカタカナの「イ」の漢字はちゃんとやろうとかですねこれ意識的にこう原作に合っているセリフとかあとまあ若林君だとあの「鳥籠だ!」のシーンもちゃんとありますしちゃんとあります。はい でああいうシーンも全部こう取りこぼすことなく丁寧に収録を今、進めている状態でしてあの時大好きだった方も、えー、そして今、逆に見られる方もすごくこう新鮮に見られるんじゃないかっていうぐらいですねすごくこうなんか大きな演出になっているっていうのが今回の見どころかなと思いますのでかなりドラマティックなアニメになっていると思います。はい、はいいいあありがとうございますじゃあ三平さん、はいあのー、現場 でですねあの先ほど武井さんとか北澤さんとかあとまあ鈴村さんもそうなんですけどやっぱりこうキャプテン翼が好きな人たちが結構やっぱ現場にも多くて私よりもこう若い男の子からもなんかキャプテン翼、この後こうなるんだよみたいなことをこう教えていただきながら、えー、現場でこうアフもうも一度語りだすと本当に男子止まらないんですよね。止まらないい、ね、本当にいってうううぐらいこうもう みんな目がキラキラしてるそのなんかこう情熱的なものをやっぱりこうキャラクターたちの,そのまあ声としてそのやっぱりこうまあサッカーだったり好きなものにこうかけるものっていうのを音として表現していけたらいいなとあ思っているんですけれどもあとあの重複してしまうんですけどその漫画の,あのセリフの。 えっと枠っていうんですかがキャプテン翼ってこう改めて読ませていただいてあのなんていうんですかねこう強調するような <laughs> あのセリフの <laughs> 枠が吹き出しがすごく多くて、はいはい、それはこうなんていうんですかね他の作品だったらこう普通にも読めるようなセリフもあえてこう強調したりとかこう漫画のなんかこう吹き出しも再現できるようにで本当にその 原作を音や絵で。こう改めて、表現していくっていうことに、こう。チーム一丸で、こうチャレンジしているのかなっていう空気はありますね。んはあ。いや、すごいですね。ね、自分たちもすべてを使ったよって表現していくってね,ね。さあ、先生、いかがでしょうか。はい、はい、えっと、そうですす、ね。えー、原作通りに。 えー、今回は、えー、進めてくださいというお願いはしていましてあのですのであの83年ですかねあのテレビ東京さんの方で、えー、一番最初のシリーズがあったと思うんですけども、まあ、それに近いあのストーリー展開にはなると思うんですけども、えーまあ、アニメーションの技術も上がっていますし、えー、あと、まあ、時代が変わってこう 80, 年80年代の時はこうパンツがすごい短かったりとかも。うん てたのでそれはもう現代に合わせてて今風のサッカーウェアを来てると思いまあコンプライアンス的にはあのちょっとどうなろうっていうあのさっきのバスの下をサッカーボールが通るとか <laughs> そういうシーンもできるだけあのはいえ原作通り描いてくださいということをお願いしていますのでえまあその当時見ていたお父さんお母さんも、うん えー、懐かしんで楽しめる作品にもなっていると思うので、うん、ぜひともこう親子で、えー、見ていただけたらなと思ってます、ね、世代を超えて本当にまた、えー、親子ファミリーで楽しめる作品になるということですね。うんえー、北沢さんいやあのどの声優さんもねあの素晴らしい方たちばかりで、はい、あとスタッフもその業界のキャプテンばかり集まっちゃってすごいあのチームであの放送が 開始されるのはすすごくワクワククししま,すしまあ先生おっしゃられた通り一通りこりサッカーをやってきた僕らがまた見ることによって何を感じられるのかなって、うん、子どもの頃に感じたものとはまた違うものをこう得るものができるのかなと思いますしあ,のあとは子どもた,たちがやっぱ見てどうしても悩む目指すものもあるけどその間には悩むものもあると思うんですけどもやっぱりキャプテン翼の中にはその辺の人間同士のこうやり取りだったりとか励ましだったりとかがあることが今の。 ね、時代の子どもたちにとってはすごくいい教法にはなるのかなって困った時にはこうしようとか困っている人を見た時にはこう言ってあげようとかっていうものになっていくとすごく幅広い世代にやっぱ必要なバイブル的なものになるんではないかなと思いますけどもね。はいはい、ありがそうですね、やっぱりアスリート的なこう観点で見るとやっぱりその、まあ、もう何年前になるんですかね、83年って言ったら、なんだ、17の17 34年前ですか。 とやっぱり今とではサッカーの,その、まあ、戦術だったりとかあとサッカーのこうプレーの中でこう使われる言葉とかそういったものも多分変わってきてると思うんですよ。だその辺りとこう原作の「キャプテン翼」とのこう交わり合いがどんな風に描かれてるのかとか。 なんか戦術とかもやっぱりちょっとこうそうですねあの変化がありますねやっぱりそうなですねちょっとダブルコミックスだと漫画の中だと昔はスイーパーとかはいそういうスイーパーって懐かしいね懐かしいそういうのも現代風にあ変わってきてる変わってきてああだそのあたりがこうどう表現されていてっていうのがまず一つ楽しみなのとあとやっぱり先生のアニメやっぱりあの僕やっぱり一番好きなのは独特なのジラシ なかなかシュートを打たずに考えてることをずっとこう喋ってくれたりとかするんでそこを聞いてあのー、やっぱりサッカーやってる人ってこう考えるんだ、うん、この場面ではとか、うん、そういったものをこう楽しみながら学べると思うんで,、うん、で僕、サッカープレーしたことないですけどまたちょっとキャプテンズはさ改めて見てあのじらしを勉強の時間にしたいなと思ってます。<laughs> はい